旦那が私の地元にやってきたことで、私たちは出会い、恋愛結婚した。結婚2年目で、旦那の栄転が決まり、旦那の地元で生活することになった。最初は、右も左もわからず、知り合いさえいない土地での慣れない生活ということもあり、私は専業主婦をすることになった。旦那の地元は、とても気前の良い土地柄のようで、たまの贅沢でお肉屋さんやお魚屋さんで良い食材を買うと毎回おまけをつけてくれた。スーパーでも生鮮食品を買おうとしていたら店員さんがやってきて、ちょっと早いけど特別と毎回割引シールを貼ってくれ、コンビニで肉まんを買うと、もうすぐ廃棄時間だからおまけにしておくねとレジを通さずに渡してくれたこともあった。どこへ行ってもとても気持ちよく買い物ができて、すごく居心地の良い土地だなと思った。当時話し相手が旦那しかいなかった私の日課は、旦那にその日あった嬉しいことを話すことだったんだけど、レジがオーナーだったからかもだけど、廃棄時間間近の肉まんを無料でもらえた。本当に気前のいい土地だねと話したら、俺コンビニでそんなサービス受けたことないよ、つかコンビニ店員に話しかけられるなんてないよと言われ、私にベタボレな旦那は、美人だとやっぱり得なんだねと毎回続けられた。これは旦那の主観で、世間的には美人ではない。転勤から1年経つ頃、そろそろ知り合いを増やしたくなり、近所で気楽にできるパートを探すことにした。ちょうど近所の和菓子屋さんが短時間パートを募集していたため、応募して採用された。出勤初日、事務所へ行って制服を受け取り、店長にいろいろ教えてもらっているところにパートさんが出勤してきた。今日から入る私さんですと簡単に店長が紹介してくれ、お互いに挨拶と会釈をすると、パートさんが可愛いとこちらに聞こえるか聞こえないかくらいの声でつぶやいて更衣室へ入った。引き続き店長の説明を聞いていると、またパートさんがやってきて挨拶をしたら、店長、顔で選んだでしょ、すごい美人さんだねとちゃちゃを入れられた。店長もその発言に肯定的な話をして軽く盛り上がり、そのままパートさんに、私さんに更衣室の使い方とか教えてあげてと私への説明を引き継がれた。その後、更衣室で肌が綺麗だとかべっぴんさんだとかべた褒めされた。最初は新人をチヤホヤしているだけだと思ったけど、常連のお客さんからも同様に褒められ、次第にお客さんから差し入れをいただくようになり、スーパーで偶然会うと何かと買ってやろうと言われる。私の地元は美人が多いと思う都道府県ランキング毎回上位の県で、私なんてよくて中くらい。地元では当然こんなにちやほやされることはなかったから、とても衝撃だった。私なんかが美人認定とかドッキリかなんかかと思ったけど、その話を旦那にしたら、だからいつもそう言ってるじゃん、私ちゃんは美人さんだよとドヤ顔された。ちなみに旦那の地元は美人が多いと思う都道府県ランキング最下位常連県、ところ変わればとはこのことかと、美人ってこんなに得しているのかと衝撃を受けた。